こんにちは、コム三振広め隊の上田です。今日は、人間警報器っていうイメージでちょっと口笛指笛の動画をアップしたいと思います。いつも YouTube をご覧になっていただいてありがとうございます。そして指笛講座には、たくさんの質問のメッセージが来てます。なかなかもう返信できないほど質問が来てます。そして、動画のコメントにはできました、嬉しいです、ありがとう、そんな、嬉しいコメントに誘われて、ちょっと私も、この動画をアップしました。ふと思ったんですけども、指笛ができると野球の応援とかですね、あとライブとか、あと運動会とか、すごい便利だなと。沖縄ではタクシー止めるとき指笛でやるとタクシー止まるんですけれども、最近のニュースを見て感じました。指笛って人間警報器になるなと、思いました。通り魔、痴漢、特に女性の方ですね、女性の方も、人間警報器を身につけてください。指笛ですね、リンクを貼っておきますけれども、この動画初めて見る方のためにもちょっとじゃあ簡単に説明したいと思います。指笛は、一番いいのが、両手でも大丈夫なんですけど、両手だと荷物を持っていたりとかするとできませんので、一応まずは、片手ですね。しかも一番この方がいいと思います、やりやすいと思います。ベロ、舌先をこういう感じですね。で、こうやって私は当ててます。で、指笛ができた方は、口笛にも、口笛って言ってもただのではなくて、大音量が出る口笛ですね。今私口笛を練習して、ここまで音量を出すまで、2年ぐらいかかってます。あと1年頑張れば指笛と同じぐらいの音が出るんじゃないかなと楽しみにして練習してるんですけどね。もう私口笛の場合は下に歯があったとしたら歯の下にこうやってます。で、このまま口を閉じて下に溝を作るイメージと、あとここに力を入れるようになったら音が大きくなりました。やってみます。ここに本当はもう少し大きくなるんです。カメラを回すとなぜか少し萎縮するんでしょうね。音が小さくなるんですけど、この辺の力が入るので女性の方は小顔効果にもなるんじゃないかなと、小顔になりましたという方はメッセージください。今日は人間警報器を身につけようというちょっとテーマで、ちょっと口笛活かせないかなと。昔の銭形平次を見てると口笛ではないですけど笛を吹いてましたよね、サイレンの代わりに。そんなイメージでちょっと、なんかの警報じゃないですけどね、お役に立てるんじゃないかなとふと思ってしまいました。いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。また野菜ニエレビル。